んこんにちは、ももです。くろです。ももくろチャンネルで す。はい、ということで前回の動画に続きまして、前回はストレートの髪を見せるという動画だったんですけど、今回はちょっと結んだりとか、はい、ヘアアレンジを加えていったものを撮っていきたいと思います。皆さん見たいですか？見たい人はい、ということでそれではどうぞ。今日はどうするんですか？あなた1本で、私はハイハッピーにするよ。ゴム2本が、1本でできるっていうアレンジを、アレンジっていうか普通に結ぶだけなんですけど、いや、ももちゃんの手にかかればね、あ、違うと思う。このバンドがめちゃくちゃおすすめなんですよ。これ買いたい。私も一生これで困らないってやつだよね。もう一生困る。これどんぐらい使ってるか分かんないし、すごい無駄にしてるはずなのにまだまだあるから、うん、しかも切れるじゃん、こういうの。切れないんだっけ、コンビニで売ってるやつ、うん、切れたことない。すごい、何回使ってん。切れんのマジでムカつく。これでおいくら前ぐらいですか？これでね、600円、うんぐらいな。こんな安い。もうこれでストレスないなら600円惜しくないね。送料無料。概要欄見てください。私も買おう。娘の髪とかやってるとビチ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 切れるから。で、今日これ借ります。はい、どうぞ。私は髪の毛結ぶときはいつもこのカールアイロン。きた、買います。何カールあんねん。これやっぱり広い家じゃないと無理なんじゃないですか、こんなにいろんなの使い分けるのは。どうせなら1本で使ってくれた方がこっちとしては分かりやすいんですけどね。まあ全然、置く場所もこっちはさ、ストレートアイロンで代用することも全然可能なんですけど、スピードがね違う。全然違うんですよ。だってほら、こんな一瞬で負けんじゃん。外巻きにしてくんだ。はい、一旦全部、はいはい、じゃあ私はなんかハーフアップにしよっかな。ハーフアップか。うん、なんかとうとう一本結びにももうできるようになったから、どっちがいいか。え、モータン一本結びするんだっけ。一本結びっていうか、うん、後ろでお団子を作ります。よくやってるやつです。もう私その髪型しかしてないけど、後ろでお団子ね。後ろの低い位置で、いい女のやつだこれ。あらかじめ今髪の毛にサロニアのオイルを塗ってから巻いてます。一回全部外巻きに、毛先巻いたら、あとはランダムに巻いていきます。外打ち、外打ちで巻いていくの。はい、で、今中くらいの部分のところを外打ちやってるんですけど、これ全部やり終わったら、はい、今度はこの上の部分ですね。はい、上の部分もしっかり外打ちします。はい、この間に私はハーフアップのちょっと上の方を取ってお団子作ってますね。快活な母ちゃんっていう感じでいいですね。やっぱハーフアップ、これはもう男受けはどうでしょうね。でもお団子好きな男子ってたまにいますよね。ただのお団子かな。でもハーフアップのお団子って感じじゃないけどね。ハーフアップだの好きな人もいるんじゃない。快活な人が好きな。ここ快活、なんか元気みたいなさ。元気とか求められてんのかな。高い位置すぎるとやっぱ女受けになっちゃうよね。やっぱそうだよね、結局は低い位置。ここのね、上の部分をやっぱね、こう巻くっていうのがね、結構ポイントだったりするの。縛る時にさ、どうせ隠れちゃうじゃん。だけどこの上の部分に動きを出すことによって、ちょっとこなれ感がね、こなれ感出ますね。私はストレートアイロンで、結構前はストレートアイロンでこうウェーブ巻きとかしてたんだけど、なんかもう時間かかるし、これで十分だっていうことにね、最近気づいた。時短ですね。まあこんな感じで全体的に巻いたら、この N ドットスタイリング剤を楽天ルームにも載せてます。まあ、全体的にですね、こうやって出していきまして、あとはもうこう手ぐしでね、下に向かってこんな感じで、はい、でゴムで、よいしょ。ほら今母さん感すごいね。こうやって、はい、今お団子をね、でも今ね、うんうん、髪の毛うちの方まで短いから、ね、キロキロしてるかもしれないですけど、一旦これで髪の毛をどうなるの、抜き出していきます。本当は三面鏡とか使ってほしいんですけど、はい、耳の外側からゴムの近いところでやるんだ。引っ張り出すと、最近はここが膨らむよりここ膨らむ方が可愛い。昔はさ、すごいなんかこう膨らますのに欲しかったじゃん。今はここが膨らむ方が可愛い流行になってきてるから。はいはいはい、ちゃんと抑えてるね、36個歳。縛り漏れ、ああこういうことあるね。こういう時はもう適当にまたまたもう、あ、もうゴムね、ゴムいくらでもあるから使える。ちょっとまだ終わってないんですけど、こうやってね、押さえながらやるとね、確かにすごいやりやすいし、あと内側から毛を抜いていくと、外側、表面の毛だけじゃなくて、ゴムの近くを取るとか、そういうのはすごく簡単なことだけど、その基礎ってみんな、あ、そういうことか、だから私は頭の上が上がっちゃってたのねっていう人がさ、分かりやすいから、そういう本当に基礎だと思うことでも全部言葉にしてもらっていいですか。分かったから、こっちに来てください。でもクロちゃんこういう髪型してますよね、しょっちゅう。でも最近はもうもっぱら下ろしちゃってるから。でもほら、やっぱこのさ、この長さがこうやって結
結べるし、下ろせるし、ハーフアップできる、この3つお得なのがこの長さだと思うんだよね。ちょっとこう1本もできて、私でも1本できて、このお団子じゃなくて別に1本ピだけでもいいと思うよね。こう別に1本ピで変じゃないよね。ポニーテールってことだよね。そうそう、でも私の髪の毛のこの量とかがちょっと微妙。そしたらあれができるじゃん、最近はちょっと流行ってる、なんかインディアンみたいな。あーでもおしゃれだね、やっぱこうやって最初はさあれかなと思うけど、やっぱお団子自体も引き出してぐちゃぐちゃやっていくとそれなりになってくんだよね、本当に。いいよいいよ。ここの毛を私は残す、残して、うん、ちょっと出したやつをさらにこうやってちょっと、うん、おー慣れてる慣れてる、こなれてる、巻いたりして。確かになんかウェーブしてないのにこの辺がミヨンってちょっと揺れてるだけで、あのウェーブしたような人に見えますね。これをやっとくことでね、完成で早い。簡単なのに今風で大人っぽくって、うんうん、いいじゃないですか。あ、ちょっといつの間にかね。そう、私もまあ感じでハーフアップお団子作って、この辺ちょっとやっぱその辺巻くのがポイントですか。そんな巻いてないんですけどね。で巻いた方がこなれ感出ますね。出ますね、やっぱ、うん、ハーフアップって残されたこの毛ってすごい大事だと思う。こっちね、うん、こっちがどういう、こっちがなんかボーって広がっちゃってるとすごいなんか微妙な感じだけど、こっちが収まってるとやっぱ収まってる方がいいんだ。うんうん、あるとか。これもちょっとこれした方がいいんかな。でもなんかいい感じに出てるよ、うん、これじゃやったら。あと毛先がね、やっぱギュッてなってると、うん、なってる、これなってるね。こっちいや、ピュアとしてない、大丈夫、こうじゃないの。いや、ストレートにピュって出るとなんかやっぱちょっと、うんうん、初心者感が、うん、けど巻かれてればもういいの。こういう形がいいよね、この長さだったら。こういう形、うん、もうちょい長くてもこういう形がいいのかな。違うか、ここさ待ってた方が小顔に見える気は。へえ、じゃあさっき言ったこれは違うってことですか。私はね、なんか好みがあるよな。ハーフアップはここを抑えたいなっていう気持ちだね。下は外巻きで、どうでしょう。あとこのインナーカラーいいよね、やっぱね、うんうん、ちょっとモーターのあれし真似して入れてみて、可愛いですね、うん、あと白髪の人とかは結構ハイライトピッピッピッって入れると白髪目立たないとか、あと逆に、ね、出産の後って当分病院行けなかったですとプリンが目立ちにくい、うんうんうん、メッシュは結構いいって言われますね、うん、はい、ということで、はい、完成、あっという間ですね。どうでしょうか、ハーフアップと後ろのお団子、はい、でこれはハーフアップもできるし、私もなんか一本ピッていうのもできるということで、いろいろアレンジしていただければと思います、はい、めちゃくちゃね使いやすいミディアムヘアなので、ぜひ皆さんも同じヘアにして一緒にアレンジしてください。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。過去の動画はこちら、チャンネル登録はこちら、画面をタッチしてね。またねー、バイバイ。